はい、アイロンの今電源入ってるね。これがどうも切れちゃうの、ここでね。見える？はい。ちょっとここがもう断線してるから、ここら辺バラして直しましょう。今電源切れちゃったね。多分ここでしょう。これをバラすんだけど、どっちからバラすようかな。これちょっとバラしてみましょう。なんかひっついてる？隠しネジがついてんだよね、これね。ここ隠しネジがあるでしょ。はい、ちょっとここに隠しネジがあるね。接着してんのかね。あ、取れた取れた取れた。よし、これ取れたね。で、これとこれが、これが接着してんの、これ。おそらくここだろうね。ここの中で切れる、そんな感じだね。これ切っちゃうか。うん、ほら、切れちゃってるね、これ。これが切れてたね、今ね。こっちはつながってるわ。でも半分切れて断線してるね。半分断線してる。ね、半分断線してる。これはダメなんだよ。で、これとこれだよね。どうやって直すかだよね。ちょっとめんどくさいね、これね。どんどん切っていっちゃいます。はい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 。で、こっちも。で、これをどうやって直すか。今ちょっと部品、材料持ってきましょう。こっちから開けるみたいだね。はい、よいしょ。で、1個、2個ね。で、こんなもんでいいか。はい、OK、OK、もうちょい、もういっか。閉まるとこれちょっと短くなるからね、熱収縮がね。糊で固まるんだけど。オッケー、ガスが切れた。ここから切れんだろうな、これ。
絶対これこっから切れちゃうよ。ネジ床に落とすと大変だからね。OK。なんやこれ、あたり。わあ、ちょっと具あたり、具止まりが悪いね。OK。なんこれ。これもうレッなんか当たり悪いね。でとりあえず布のマスキングテープ巻いちゃいます。あ、紙の、なんで紙のって言ったら、あんまりネバネバしないんだよね、紙のってね。紙のマスキングテープ意外と好きだけどね、個人的にはね。とりあえずこれは仮止めでいいです。で、汚くなったらまた引っ張らして巻き直し。ビニールテープはなんかネットにつって嫌いなんだよね。はい、184度。温度測るだけでももう体力消耗しちゃった。これ187ちょっと高いね。高くても188。はいはい、今度 OK。